中国当局の発表によると、11月末の時点で中国のミニブログはアカウント数が13億を突破しました。これを受け国営メディアは、いかにミニブログを利用して政府の声を浸透させるかを話し合いました。しかし専門家は、言論の自由を保障しなければ、どれほど政府系のミニブログを増やしても民衆から支持されないと述べます。党直轄のインターネット情報室と人民日報が合同で主催した会議では、11月末の時点で中国のミニブログはアカウント数が13億を突破し、ネットにおける情報伝達の主な手段の一つになったと発表されました。これを受け27社61人のミニブログの代表者がミニブログにおける国営メディアの影響力強化について話し合いました。これについて専門家は、国営メディアはミニブログやウェイシンの急速な発展に脅威を感じていると話します。微博和微信现在对官方媒体产生的冲击力是有目共睹的，因为呢一直以来媒体资源都是被政府所拥有，民间发布的声音。事实上，那个微博它形成了一个自媒体效应，每个人都通过这个微博发出的声音，这样的话就不禁吸引了网民的注意力。検閲の厳しいネットにおいて、相対的に自由なミニブログには大きな魅力があるため、ブログが閉鎖されても何度も登録し直す人が少なくありません。我们中国的微博说实话是朝不保夕的，随时会封号的。我一个人就注册了几十个微博，前面的微博都封号，只能重新注册微博。死掉的微博比活的微博还多。你批评政府严厉的，他就把你给取消了，就封号了。有些人封号几百次都有。我们在微博上称为展示党。ミニブログの影響力に目をつけた国営メディアは、オフィシャルミニブログを立ち上げ、世論の誘導を試みています。しかし専門家は、当局は国営メディアを買いかぶりすぎていると指摘します。很難做到、因为呢、现在普遍来说、官方的声音是很難再让民众相信的。在目前官民矛盾激烈冲突的情况下、在官方已经失去了公信力的情况下、他是不可能再做到这一点的。民众的倾向会相信在微博上面已经普遍有了公信力的那个用户像大 V 啊、工资啊、还有那个民间草根啊等等这些人。党の功績ばかりを称える国営メディアは、庶民の苦しみには目を向けてこなかったと多くのネットユーザーは批判します。不是以前那种新闻联播就主宰天下的时候，以前那个年代只有官方的声音，没有民间的声音，他只能听到一面之词，所以他相信这一面之词。现在有了微博，官方媒体的谎言就是一目了然，全是了。官方撒谎不容易啊，民众不容易被欺骗了。ネット作家の能登さんによると、ミニブログは誕生以来、当局の圧力にさらされ続けてきたものの、大きく発展してきました。当局がこの巨大なソーシャルメディアをコントロールしようとすれば、膨大な予算が必要になるため、特定のブロガーしか取り締まれないからです。しかしそのような見せしめのための取り締まりをやっても、あまり効果はないと見られます。世の中の大きな流れに中国当局は逆らいようがないのです。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府与危险的，相当大一家嘛。